はい、それではただいまから、終了式を執り行いたいと思います。全員ご起立の方よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。ご着席ください。このおはようございますもね、開校式の時も非常に大きな声でおはようございますって言うてあげました。でそれにもまして今日は終了式、前回の開校式以上に大きな声でおはようございます、ありがとうございました。それでは今回めでたくまちづくり大学の、規定の単位を修了された方を、発表いたします。で修了生のお名前を読み上げますので返事した上でそちらである起立していただいて、でそのままお待ちください。起立したままお待ちください。1コース修了生を、発表します。伊藤のりこさん、はい、服部正史さん、はい、小川よしえさん、はい、長野優子さん、はい、野添智子さん、はい、服部正史さん、はい、あすいません、広田はじめさん、服部正史さん、私間違えました、原田雅美さんです。実はこれね、昨日ね一覧を作ってたんですよ。で、あれあれあれと思いながらね、やっておりまして、ちょっと間違えました、失礼しました。どこまで来ましたかね。広田はじめさんが立っておられますね。水恵子さん、山上のり子さん、若林雅文さん、以上1コース、終了10名でございます。次2コース修了生、和森正治さん、和森貴子さん、はい、北義雄さん、はい、北政子さん、はい、木下八郎さん、佐藤優子さん、はい、2コース以上6名の修了でございます。で次に前期の分も含めて今期修了されて全、課程を修了された方を発表します。多田佳子さん、山本幸子さん、はい、河井千代子さん、手島博子さん、はい、寺西和子さん、はい、板谷三郎さん、はい、上田綾子さん、はい、加藤千恵子さん、田中つやさん、はい、花井茂樹さん、はい、向井明さん、はい、以上全課程修了された方が11名でございます。次に、13期の A 講座修了された方、小林秀子さんが1名でございます。次、B 講座を修了された方、岡田康之さん、はい、西本義嗣さん、はい、以上2名でございます。次 C 講座の修了生、小松茂美さん、以上1名でございます。合計31名の方が、終了されました。いろいろと段取りがありましてね申し訳ないですね。それでは以上修了生31名を代表しまして、花田雅文さんへ古川市長の方から、修了証書を授与していただきます。じゃあ花田さん前の方にお越しください。古川市長よろしくお願いします。古川市長こちらの方、修了証書、花田雅文様、あなたは大阪狭山市まちづくり大学の1コース ABC を修了されたのでこれを称します。ここで学ばれたことをもとに今後ますます活躍されることを期待します。平成30年1月27日、大阪狭山市長古川輝人、はい、これからもよろしくお願いいたします。